見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設。では今回は、実際に、この間ご説明した機能を、実際に職員の皆さんに使ってみていただきたいと思います。ではベッドのメモリー、機能からお願いします。まずは、したい角度に設定します。で設定ボタンを押して1、メモリー1を押します。で、OK、その後もう一度設定ボタンを押します。これでメモリーセット完了です。で、一回角度をちょっと変えて、で、今のはできたかをメモリー1を押して、押し続けると、先ほど設定した角度に自動的になります。で、これで完了です。では次に、ベッドの高さを、いろいろ変えてみてください。ベッドの高さは、最大で22センチまで下げられることができます。で32センチで一度止まりますが、一度手を離してもう一度押し続けると最大で22センチまで下げられることができます。で、実際に使ってみてどうでしょうか。そうですね、ベッドが低くなることで、転落ですね、防止ですねなりますし、あとはベッドの高さを変えることによってですね、解除もしやすくなると思います。はい、ありがとうございました。この機能を使うことで食事介助の時にも入所者様の食事がしやすい角度にセッティングをしやすくなります。また超低床にできることで転落防止の予防がしやすくなり、またベッドの昇降がスムーズなのでトランスファーやおむつ解除の時のスタッフの体の負担も軽減することができるようになりました。榊紅葉では、見る人も見られる人も幸せにの実現に向けてコロナ禍でも日々頑張っています。そして現在、榊で一緒に働いてくれる仲間を幅広く募集しています。今、この動画を見てくれて、あなた、今榊で働いてみようかなと思ってくれているあなた、ぜひお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。